最近、このコンサルティングをですね守備範囲を拡張しまして KPO という言い方をしているんですがナレッジプロセスアウトソーシングといいましてそれまで社内でやっていたような特定の業務をですね業務ごと受け負っちゃうとそれによってお客様の方の例えばコスト 削減でであるとかですね、えー、業務のスピードアップこれを実現するっていうのもやられてるんですけれども、ナレージ共有、情報共有全般に関して、社内でやってきたけれども、なかなかうまくいってないと、あるいはそもそもそういう分野に人を割り当てることがなかなかできないという場合に、じゃあ分かりましたと、御社の中の情報共有促進のですね、えーまあ、手足の部分ですね、これを日々一緒にお手伝いしますよというです、ね、サービスを付加して、 それで提供させてていいいただいているとここはそのまた他者に全くない特徴だと思っています日本の中でチームワークっていうとついつい仲良くなりましょうというところが強調されるし自己犠牲の精神がある人ほどですねチームワークがよくできているというふうに言われがちなんですけれども一番素晴らしいのは違う強みを持った違う個性を持った人たちが いい意味で衝突し合う、生かし合って、まさに 1+1+1 すすが3どころか、5とか10とかになるというのを作っていくというのは本当のチームワークだと思っていますので、こうバランスですね、まずは自分の力を蓄えていく、スキルをアップしていく、でそれとともに他のそういう自分たちが一緒に働きたいと思えるような力のある人と切磋琢磨し合うことで、自分も伸びるし、刺激も受けるし、チーム全体もいい結果が出ると。これが 本当のチーームワークだと思ってま,すんで、えー、まだまだうちの場合そこまで達しきれていませんけれどもそこを目指してやっていきたいなと思っています。